ずっとテレビで見ていた泥棒スーツを実際自分が着るとは思わず、はい、なかなか恥ずかしいなぁと思いながら <laughs> どっからどう見てもだっておかしいじゃないですか街にいたら水木ありささんよろしくお願いいたします皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。 えー、この「ルパンの娘」というドラマからの人気シリーズに今回劇場版のとしてあの参加できたことをとても感謝しております、えー、私の役どころはこの映画版でのキーパーソンとなるとても重要な役です、えー、映画の一つのエッセンスにちゃんと慣れていればいいなと思っていますぜひ皆さんこれからご覧になると思いますので楽しんで帰っていってくださいありがとうございました ありがとうございます泥棒スーツを着ての、はい、まあこれ初参加ということになりましたけれども、はい、ねはいかかがでしたかいやあのずっとテレビで見ていた泥棒スーツを実際、自分が着るとは思わず、はい、あの着れたときはすごく嬉しかったです。うん、であのやはりすごくピ,ピチピチなので、はい、ロケとかに行くとちょっと恥ずかしい。<laughs> ですよね。はいはい、なるべく、あの人に見つからないように。なるべく、ひっそりとしちゃう感じで。え、えはい、そんなに人がいるようなところに行くんですか。その格好で。あのー、ロケ地でちょっと、えー。<構>やっぱりいらっしゃるんですかその。交通が多いところで。走ったりしていたんで。はいはい、<laughs> そうなんですね。<laughs> あの結構、こう、決めカットみたいなのを。ルパンスーツで、撮っていたので。はいはい ななかなか恥ずかしいなと思いながらあ <laughs> あの撮りましたけど、はい、え深田さんも恥ずかしかったですかあのパート1パート2の方がロケが多かったのではい、はい、その時の方が人目に触れないように、うん、していたどこからどう見てもだっておかしいじゃないですか街にいたら <laughs> まあまあでも、まあ、映画の撮影だといえばみんな納得するんじゃないですかね。まあま、だその時はこう 撮影も始まって間もない頃だったので。渡部、はいはいはい、さんなんて、スタジオ内で歩くのも恥ずかしいって言ってました、ね。あ、そうなんですか。渡部 <laughs> さんですか。最初おっしゃってましたよね。いや、そんなことないですよ。え。渡部さん。そうですね。渡部さんに恥ずかしいってのあるんですか。いやいや、もう、あの、喜んで来させていただきました。うん、はい。おっと、話が親子で食い違っております。うん、さあ、水木さん、本当に。 ヒーとなるね見ていただければ分かりますけれども、はい、役になりましたけれども、はいね、どんなふうにご覧いただけたら嬉しいですかそうですすかそうねあの私のやらせていただいた三雲霊という役はあのいろんなこう場面を表現させていただいたのであのそして、回想シーンもあって若い頃から今っていう、はい、あの今の姿と若い頃の姿、はいもう 両極端な姿を見せることができているのであの本当に作品の中でキーパーソンとしていいエッセンスになっていればいいなというふうには思っています。はいはい